はい、どうも皆さん、こんにちは。ピオチキチャンネル、ウペヌシのピオタです。さあ、今回も、フラレ回避やっていきましょう。前回は、こちらのね、シークレットステージ、結婚を進めていたところなんですが、正規のクリアのエンドを、見ることができました。一応、そのクリアのエンドの内容が、マサユメエンドというものとなっておりまして、エンドの回収率を見たところ、これで 99% の回収ができていて、あと取れていないのはこちらの186、193の2つとなっているところでございました。まさゆめエンド。まずはおめでとうと言うべきかしら。夢で散々予行演習したんだもの。本番はもう、バッチリよね。本番までカオスになることまでさ、予習してんだよね、これ。嫌なエンドだね、ある意味。クリアだけどクリアじゃないよね。だってもう一回あのエンドを繰り返すってことだよね。つまりしかもシャンパン浴びるところまで、でまたマサユメでやると無限ループするぜこれということで、まあ一応クリアという判定はもらいましたが、残り2つのエンドも回収していきたいと思います。まあこれで回収 100% になるんじゃないかなという感じですね。さあやっていきましょう。こちらの動画は2023年度 A1 企画の動画となっております。企画説明に関しました説明用動画をご視聴よろしくお願いいたします。それではスタート。さあ最後も当てレコしていきますよ。シークレットステージ結婚。いい曲だよね、相変わらず。さあ歓談中恐れ入りますが、これより新郎新婦のご友人からご祝辞をいただきます。相変わらずさ、俺くんの目が死んでんだよね。なんでさ、初手から死んでんだろうね、目が。ほんと、それはちょっと疑問だけど、ここの顔くらいちょっと幸せそうな顔してやれよ。彼女の方めちゃくちゃ可愛いぞ、マジで。さあ、彼女とも、目が笑っているように見えて笑っていない、糸目のね、あの瞳の奥では睨みつけているレベルの、結構やばい女です。最初の方はすげえいい子だと思いましたが、回を重ねるごとに狂気度が増している、そんな感じのカノトモでございますやばいよね、なんか。さあということで、まあ前回も読んでおりますが、改めて読んでいきましょう。彼女、俺くん、結婚おめでとう。彼女とは大学の同期で、その時に俺くんのことも知りました。相変わらず目が死んでんね。二人はとってもお似合いです。でもその隣に座っていたのは私だったかもね。さあ彼女の目にご注目。怖いねもう完全にさ、ドアの隙間から見れたら僕悲鳴上げる自信あるよ、マジでいやドアの隙間とかじゃなくて、急にその画像見たら「ああ」って言うよ。あの奥の夜景にあの目だけヨロッとできたらね、悲鳴もう上げまくって僕しばらく前向けなくなると思いますね。さあということで、まだ選んでいない選択肢やっていきましょう。ファイト。いやもうファイト、物理的な殴り合いしてもいいと思うよ。さあ隣に座っていたのがカノコ、カノ、カノトモかもってどういうこと。バカ違うよ。俺の隣にとは言ってないだろ。親友であるお前の隣に座りたいくらい、カノトモはお前が大好きなんだよ。美は友情。この切り返しはすげえうまいんだよ。本来ならこれで乗り越えられるはずなんですよね。ですがここでカノトモのやばいところ見えてきます。ここですね。そっかなんか照れるねと言って、やったー誤解が解けたーっていうところに、改めて俺くん好きです、つまり彼女じゃなくて俺くんが好きということを改めて明言します。やべえよね。言わなきゃいいのにさ、この思いは秘めておきますとかじゃなく普通に言うからね。俺くんが好きって言ってるけど、さあスタッフの人スピーチをやめさせてください。まだ逆にスピーチの途中なのにあんな近くまで来たの、これスピーチの途中だったんだよね、まだ。さあということで、スタッフの人スピーチをやめさせてください。そう言った刹那、通りかかるのは彼女2か、彼女2、今名前で呼んだよね。その女は誰。いやスタッフのね、さっき仲良くなったスタッフのね、まるまるちゃんって子。スタッフさん、そろそろケーキ入刀の時間ではね。その入刀するナイフでお前のことが切り裂かれないか、ただただ心配ではございますが、この状況でできるわけないでしょ。俺たちの式を
邪魔されたくないんだ。それはそうだけど。さあ、ケーキ入刀の時間だ。さあ、ケーキ入刀の時間だ。イグジットを選ぶと、秀樹エンドとなりました。まあ、秀樹エンドっていう言い方ではなく BL エンドということになってますね。ボーイズラブで、シャンパンをやったら、まさかの正規エンドでした。ケーキ入刀しようって言ってんのにさ、ケーキ入刀が正規エンドじゃないっていうことに意外ですね。これやって普通正規でしょ。さあ、やっぱりこのままケーキ入刀って気分じゃ。いいからいいから。いやだからよくねえんだって気分じゃねえっつってんだろまあ気分じゃなくてもやらなきゃいけないのはそうなんだけど、いいからいいからは違う。ケーキ入刀ってそんな万能なもんじゃないからね。やった瞬間に幸福感が訪れる魔法の道具じゃないからね。よくないっつってるでしょ。ケーキ入刀のさ、刀ってそんな日本刀じゃないな、これ片刃か両刃じゃない、これ両刃だからカットラスとか、いやカットラスじゃないな、サーベル系か。さあ、切り捨てごめんですね。いやーいいね俺に入刀エンドそうか、お前に刀が刺さるのか。ケーキ入刀、完全に武器のやつやってたよね。普通のケーキ入刀ってパンの包丁とかもそうですけど、確かまっすぐだよね。細長くまっすぐのパン切り包丁みたいな感じだと思いますが。さあ、ということで、カノトモかもっていうのはどういうことですか。いやー、カノトモさんも早く結婚したいんだろうな。さあ、カノトモさんも早く結婚したいんだろうな。その年になってくるとさ、肌に張りもなくなってくるし、私を見て言うなそうだね、私を見て言うな。いやー、よく動きますね。逆にさ、失礼エンドなのは分かりましたよ。ここでエンドを全部見ましょう。これで 100% になってる。うおー、コンプリート率 100% 成功ですね。これでクリアクリアクリアで、コンプリート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 、そしてコンプリート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 コンクリートじゃない、コンプリートなんか頭の中でコンクリートみたいだな、この響きって思ってたら口から出たわ今コンプリートコンプリート、そしてコンプリート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 、そして結婚もコンプリートとなりました。いやー、壮観ですね。っていうかさ、クリアの手段酒浴びるだけってどういうこっちゃい。まさゆめエンド、なんだろうな、幸せになってほしいと思ったけど幸せになれる予感しないね。だってこんなにさ、いろんな手段を試して、他の場所だったりすると、まあ飯マスだったりすると、今ナンバー180がクリアになってるのとナンバー173がクリアになってるみたいな感じで、実は各ステージ複数の回答があったりすること多いんですよ。今回のアレナ本もね、クリアが2つあったりしますし、大体はクリアが2つあるイメージ。あ、でもこれ違うか、浮気2はクリア1つか、残りは全部バッドエンドですね。なるほど、じゃあクリア1つは普通にあるんだね。そっかそっか、複数クリアあるやつもあるけど、いやでも最後のクリア結婚式酒浴びて正夢エンドしかないっていうのは、またなんかそれはそれで闇が深いというか、なんというか。だってさ、これのコメントを見ても分かりますよね。夢で予行演習したんだから本番はもうバッチリでって言ってるんだよ。つまり本番の今見てきたやつは実際起こるってことだよね。正夢で結婚式開けはする未来は変わってないけど、そこのところからの流れ変わってるよね。明らかにさ、彼女と付き合っておかないとかさ、そう、彼女2と別れておくとかさ、事前にできることはちゃんとやっとくべきだからね、俺くん、マジで。ということで、何にせよクリアとなりました。まあ今回をラストにしようかなとは思ったんですが、最後に、そうですね、こちらのステージ10の状況の浮気2クリアと結婚式のクリアの部分を連続でつなげてみて、
終わっていきたいなということで、次回そちらを見て終わりたいと思います。それではここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。